どうもこんにちは、メンタルコーチの久保田康信です。コーチングや個人向けのコンサルティング、オンラインカウンセリング事業のモンジュの運営をしております。今日は集中力が落ちている時のお話をしたいなと思います。で、集中力が落ちている言うと意味合いが広いんで、なかなかこうピンとこない、今何でもかんでもまあ集中力落ちてるねとか多いと思うんですけれども、よくしっかり分類すると、集中そのものの力が落ちている時と、その集中しなければいけないものに対して目を背けたい状況、2パターンがあるんですね。で、集中力の低下をしてるときは、ちょっと一回、散歩しに行こうだったりとか、違う行動をとってみようだったりとか、そういうものを、気分をリフレッシュするようにすると、まあ、元に戻ったりして、また集中できる。要は集中っていう力自体が落ちてるから、一旦休憩を取るとか、こう、環境を整えるとかっていうふうにやると、集中力が戻ったりします。ただ、その目の前のことに目を背けたいから集中できない、その目を背けたいっていう方法は、ちょっと自分に対して掘り下げが必要なんですね。そのなんで自分がこの状況から目を背けたいのかっていうことを知るっていうことが分かると、そのものに対する自分の力の出し方とかが変わってきますんで、目を背けたい方だったとしたら、じっくりとちょっと自分の心に、なんで私がこれに対して目を背けたいのかっていうことをちょっと問いかけてみるといいんじゃないかなと思います。今日は集中力の違いのお話でした。皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。メンタルコーチの久保田康信でした。